近年著しい経済発展を遂げ、アメリカに次いで世界第2位の経済大国になった中国。今や日本経済を語る上で中国は欠かせない存在である。そこで今回は日本国内にとどまらず中国に進出して独自のイノベーションを展開する企業に注目。さらに上海国際チャンネルで中国初の日本語によるニュース報道番組のプロデューサー兼キャスターでもあるウースーハイをナビゲーターに迎え、世界経済における日本と中国の今を解き明かす。リーダー&イノベーション、賢者の選択。リーダー&イノベーション、賢者の選択。アシスタントの白石美希です。今回も日本と中国の経済の今をテーマにお送りしたいと思います。ウースーハイさんです。皆さんこんにちは、ウースーハイです。よろしくお願いいたします。ウーさんはですね、はい、上海国際チャンネルで中国初の日本語によるニュース情報番組のキャスターを担当なさってるんですよね。そうですね、16年間やってきて、このニュースの流れとそれからニュースと質と量ですね、やっぱり変わってきたと思いますね。08年のオリンピック後、それから11年の上海万博の後はですね、やっぱり中国の人がますます日本の方に、注目していくと。でそこでですね、今日は、中日経済の分野で、活躍されている方をですねゲストに迎えましてお送りしたいと思います。急速に進化されている、中国の高齢化社会にですね、この巨大のマーケットにどうやって挑んで展開するのか、今日はですね中日のこういう高齢化社会に、視野を入れまして、焦点を当てて話をいきたいと思います。内閣府がまとめる高齢社会白書によると、2055年には2.5 人に1人が65歳以上、4人に1人が75歳以上となり、総人口が減少する中で高齢化率は上昇するとしている。超高齢化社会に突き進む日本で、介護保険制度が施行される前から社会福祉という視点で介護サービス事業をスタートさせ、現在は顧客満足度に重点を置いたビジネスで成長を遂げている企業がある。日本のケアサービスの老舗企業、ロングライフホールディング株式会社。リーダーである遠藤正和は、日本国内の業績を維持しながら2011年からは経済発展著しい中国を市場に高級有料老人ホーム事業を展開。今回は中国を皮切りにアジアでのシルバービジネスに力を入れるリーダー遠藤正和が描く成長戦略に迫る。本日のゲスト、ロングライフホールディング株式会社代表取締役社長の遠藤正和さんです。よろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いします。早速伺いたいんですが、はい、ロングライフホールディングはどのようなことを手掛ける会社なんですか？26年間ですね、介護一筋に、在宅介護ですとか、老人ホームですとか、そういうことをやっていた会社なんですね。なるほど。会社の特徴を一言で表現します。会社の特徴はね、日本でこの一番古い会社、こういう分野では株式会社一番古いので、常に新しくこういうサービスを作っていこう、しかもみんなが集まってですね、そして作っていってるという、そういう会社ですかね。在宅介護と、有料老人ホーム、この日本なんですけれども、中国においてはですね、ひょっとしたら一番見逃されている、あるいは見落とされている、分野でもありますし、角度を変えればですね、これから伸びる、ビジネスでもありますね。そうですね、はい、本日はじっくりお話を伺いたいと思います。どうぞよろしくお願いします。よろしくお願いいたします。遠藤社長のプロフィールをまとめました。こちらをご覧ください。ロングライフホールディング株式会社代表取締役社長遠藤正和は1955年大阪府で生まれる。1977年近畿大学法学部を卒業。1979年政令福祉事業団に入団。1986年ロングライフホールディングの前身となる関西福祉事業者を設立。2002年現在のジャスダック市場に上場。2008年持ち株会社化に伴いロングライフホールディングに社名を変更、現在に至る。改めてご
ご紹介させていただきます。本日のゲストはロングライフホールディング株式会社代表取締役社長の遠藤正和さんです。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。まずなんですが、プロフィールを拝見いたしますと、はいはい、遠藤社長は近畿大学の法学部を卒業されたんです、ね、はいはい、なぜそこから福祉の道に進まれたんですか。大学時代にその障害のある、まあ、自閉症といわれる子どもとの出会いからこの世界に入ってきたんですけど、はいはい、まあ、障害のある子どものボランティアでいろいろやってる中でですね、まあ、本当にこう身近にあんまりそういう障害のある子と出会ったことなかったんですけども、いやこういうことがなんでこういう子供が生まれてくるんかとか、この子たちの人生どうなるんかなと本当に悩んだんですね、はい、でそこからこう本格的に生涯この仕事をやる価値あるかなっていうことですよね、はい、でも当時はですね、その大学生の頃はまだ日本の高度成長期の真っ盛りですよね。となるとまだその日本でいわば高齢化社会に入っていなかったですね。障害者の子どもとの出会いにより福祉と介護について深く考えるようになった遠藤。そしてやがて訪れる高齢化社会に向けて福祉の道を志し、シルバービジネスを展開していくのである。まあ、シルバービジネスというのはですね、もう急速にも高齢化社会に進む中国にとってもですね、これから大きな重要な課題の一つと思います。今日はですね、ゆっくりね、話を聞いてみたいと思います。はい、この番組ではですね、企業の成長戦略を象徴する3つの言葉で進行させていただきますが、まず最初の言葉は何でしょうか。片手にバイブル、片手にソロバン、まあ、少し古いですけど ね、ということはバイブルはまあ聖書ですよね。聖書ですね。ソロバンはもうお勘定お金、なんかすごく矛盾というか相反するようなことなんです、はい、これ一体どういうことですか。それはね、私が大学を卒業した時に聖霊事業団という、まあ、日本最大の社会福祉法人に僕は就職したんですね、はい、でその長谷川保っていう僕の、まあ、本当に憧れの、先生のそばで働きたいと思って、そこで働いている中で、まあ、しかしやっぱり素晴らしい方でですね、その方がやはり日本のその高齢社会の問題とか、あるいはホスピスですとか、救急ヘリコプターですとか、あるいは有老老ジムとか、まあ、次々にその先生を作っていくんですね。その長谷川保という人がいつもこう言ってた言葉なんですね、はい、でソロバンだけでこう計算だけでやるともちろんいい仕事できない、でバイブルっていう精神論とか理念論だけでいくとですね、これまた事業がうまくいかないと、で両方が大事なんだよと、そこのバランスですかね、はい、これは僕の今の仕事もそうですけども、どんな仕事にとってもすごい大事じゃないかなと思いますね。これも日本もそうですが、中国もそうですけど、福祉ということはさ、イコールボランティア、となると福祉はイコール金儲けじゃいけないという考えがちですけれども、ね、これをその後はどうやってこの事業展開に持っていくんですか。私どもが創業したのが1986年なんですね、はいはい、もう26年経ちます、で26年前日本のこの福祉というものはですね、社会福祉法人非営利団体がやってきたんですね、ところがその当時からもう分かってきたことなんです、もう老人の人口がもう爆発的に増える、特に団塊の世代、この人たちがですね、この高齢者になる時に今までの社会福祉法人で本当にサービスの供、まあ言ったら量も質も両方供給できるんかっていう課題がもうその当時から言われてたんですね、ですから社会福祉法人の歴史的役割って非常に大事なんですね、でまた役割果たしたと思います。しかし今やですね、もう8割は民間の株式会社なんですね。まあ言うと民間のそのスピード感とか競争原理とか顧客満足度とか、そういうことに民間はやらざるを得ないですよね、そこのところの良さがすごく今は、まあ、逆にうまく働いてるかなと私思いますね。といわば今のロングライフはもう日本においては、この株式会社の第一番、そうなんです、一番古くなってしまいましたね、今我々は、そのケアサービスっていろいろケアサービスありますけれども、最初はその設立されてですね、どんなサービスを提供したんですか。最初はね、訪問入浴事業っていうのを始めたんですよ、車にこの入浴の道具を積んで、でお家に行ってその人のベッドサイドにお風呂を入れて、そしてお湯を足してお風呂を入れて、はいはい、それが非常に喜ばれましてね、でそれはね、
清潔になるっていうだけではなくてリハビリ効果ですとかね、いろんな効果があるんですね。そんなことで非常にそれがまあ言うと評価されて、行政からも委託があってやってたんですよね。しかし訪問入浴を始めた当初はなかなか経営が安定せず、ガードマンや飲食店などのアルバイトをしながら事業を続けたという。その時はもうなかなか給料をみんな出せないしね、自分たちも給料がもう5万とか7万とかそんなことでこう仕事やってましたね。何回かやってるうちにね、本当に僕は今でも覚えてますけどね、もう5年ぶりとかね、何年ぶりかでお風呂入る人がやっぱいるんですよ。寝たきりになっちゃって、で家族の人はね、こうタオルでね、体を拭いてあげたり、それはできるんです。でもね、お風呂とやっぱり静止とは全然気持ちよさが違うんですよ。それでね、そのお風呂入ったご主人が手を合わすんですよ。我々に気持ちいいから、でもいい塩梅や、いい塩梅やって言うんですよ。で奥さんがそれで泣き出してね、いや。僕はその大したことやってないのにこんなに喜ばれるんかって、それがね、まあなんかこの仕事絶対やめられへんな。まあそうですね、今の話をね、社長の話を聞いてて、やっぱり中国の今のね、この介護の話をね、対照してみたら、まあまあその5日間というか1週間というか2週間も半年もですね、ひょっとしたらまだ風呂に入ったこともいなかった、こういうケースももういくらでもあるでしょ。いくらでもありますね。でも日本でもそうやったんですよ、ですから今でこそそんな人はもうほとんどいなくなりましたけども、でも本当にお風呂ってね、高温多湿の日本ではね、すっごいみんな喜ばれるんですよ。こんなに喜ばれてね、こんなに必要とされてる仕事やったら必ずね、まあ頑張ったら世の中認められるやろっていうのが5年ぐらい続きましたかね。まあ、こういうその訪問入浴ですか、そこから始まって90年代にはこういう老人ホームの事業で、でも当時 の, その老人ホームの入居状況はどうだったんですか。これも大変でしたね、本当に在宅で皆さんこうやってるんですけども、本当に悲惨な例がたくさんあったんですね。職員が行けないっていうぐらいの家があったんですよ。何日間ももうもちろんお風呂だけじゃなくって、ちゃんとした食事が提供されてなかったり、おむつがちゃんと変えられてなかったりとかあるんですよ、本当に職員ができないっていうような、在宅ではもう無理やと、いうことで、やっぱり我々のペースで、我々の理想とする老人ホームを作ろうと考えたんですね。でさっきおっしゃったそのバイブルの話、それを置いといて、そのソロバの話になりますけど、このロングライフのこういうビジネスモデルをですね、どういった形ですか。まあやっぱり僕は有料老人ホームについてはですね、あくまでも富裕層を狙っていく。それなぜかと言いますと、その日本の高齢者人口の中の一番、まあ、核になる人たちが富裕層なんですよ、でその人たちにご満足いただけるようなサービスをどう提供できるかというのは非常に大事ですね。で価格を下げたり、こう低価格帯の老人ホームはたくさん今増えてます。これは別に悪いことじゃないんですけれども、しかしそれに満足されない方はたくさんやっぱりいらっしゃるわけですよね。ですから僕はあえてその低価格帯は競争が逆に激しいと僕は思ってます。僕らは逆にもう少しアッパー層の富裕層を狙おうというのは今僕らの考え方ですね。遠藤が富裕層とともに着目したのは団塊の世代。第一次ベビーブーム世代とも呼ばれ、出生人口が突出して多い世代である。団塊の世代って一番アクティブシニアってこう よく言われてますけど、ただアクティブシニアもだん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 もちろんアクティブでなくなるんですけども、この人たちのその数ですよね。この人たちが日本のさまざまな今までの高度経済成長の消費者でもあったわけですよね。ですからこの人たちがこれからまた消費者になっていくんですよ。でこの消費者の人たちの消費動向っていうのは、まず一つは多様化してるということですね、それから高品質化を求めてるってことですよね。ですから例えばスポーツカーが一番売れてるのはその人たちが買ってますよね今。それから例えば海外の船旅が今ブームなんですけど、日本人が一番よく行ってるんです。団塊の世代の人を一口にお年寄りで本当に言えるんかってことですかね。でその人たちを
表す言葉として、はい、アクティブシニアって言葉を使ったいろいろありますが、僕はビートルズ世代ってよく分かると思うんですね。ビートルズ世代って一体どんな世代なんか言ったらですね、突然趣味やとか仕事が変わるわけじゃないんですよ。今の40代とか30代とか変わらないんですよ、思考が、はいはいはい、そこがね、みんな抜けてるところなんですよ、忘れてるところなんですよ。なんか65歳以上になって突然ね、食べ物が変わったり趣味が変わったり、あるいはなんか思考が変わるということじゃないんですよ。この人たちがこれからの日本の消費をまあ言うと牽引していくんですよ、今まで通り。このビートルズ世代の人たちにまあマッチするような、あるいはその方が支持されるような、満足されるようなサービスをやっぱり僕ら作らなあかんってことですよね。その中でいわゆるこういう、まあ、ビジネスのポイントといったらどういうポイントはやっぱりね、まあ、サービスの質を、うんうん、まあ言うと高級ホテル並みのものにするということと、はい、うんうん、それから、まあ、ケアの質も病院に近い質のものをやると。ですから身体介護の部分としても相当高いレベルの身体介護をする。それから食事やとかそういういろんなものがありますね、それに付随した、そういうものも非常に高い。ですから私どもで提供するお食事はほとんど一流のホテルやとか料亭にいた人たちが作ってます。ですからなんかどっかで工場で何か作ってきたものを提供するわけじゃないんですよね、はいはい、そこでちゃんともう一流の調理人が作ってるわけですね。でそういう食べ物とかサービスとか、まあ、いろんなものをこうトータルでレベルアップしていってるわけですね。ですからホテルでもない、病院でもない、マンションでもないという新しい高齢者の生活の場を作っていく。でその生活の場からもっとそこを中心に海外旅行に行ったり、おいしん坊でいろんなところで食べに行ったり、あるいは国内旅行行ったり、あるいはいろんなサークルがあったり、いろんな人が来て、まあ言うとリゾートクラブみたいな要素もあるでしょうね、うん、そういうことを提供してますね。だからなんとなく老人ホーム行ったらこうもう最後の行くところでなんかネガティブな感じが皆さんされてるんですよ。そうですね、中国もそうですけどね、なんか最後のこういう、楽しみをね、楽しんでおいていくと、それから綺麗に、うん、まあ、こういう生活をね送るということは大変はい、素晴らしい理念ですよね。はい、続いての成長戦略を象徴する言葉は何でしょうか。アンズです。顧客満足度の向上、徹底したサービス提供という視点で始めたロングライフホールディングの高級有料老人ホーム事業。リーダー遠藤正和のさらなる成長戦略を象徴する言葉はアンズ。その真意に迫る。